皆さん、法政大学行ってみたいと思います。今日は不要文削除問題、これ行ってみたいと思います。で、皆さん、これをどうやって解くんですかということなんですが、まず我々がやってる基本姿勢、それを確認させてくださいね。例えば内容一問題とか空小順問題とか、設問形式は何でもいいんですけども、まあ例えばこれが内容一問題だとして、本文にジャパンとありました。で、選択肢アートイ、こういう感じになっていて、本文と合致するものを選択肢の中から一つ選んでくださいね、というような問題の時、皆さんはアートイどっちを選びますかと言われたら、もちろんアーですよね。で、もちろんなぜこのアを選ぶのか、それは我々が無意識のうちにですね、ジャパンと選択肢の日本、これが言い換え可能だというふうに判断してるからですよね。ですからこちら、本文の内容と選択肢を見比べて、このニアリーイコールを無意識のうちにやってるはずですよね。つまり言い換え可能なものを探してるはずです。もしくは言い換え可能な状況を成立させてるんですよね。ですからなぜアが正解だと思ったかって言われたら、こういう関係性だと判断したからですよね。で、もちろんイをバツにしたのは、言い換えは不可能だというふうに判断したからです。ですから基本姿勢がこちらであれば、さあ不要文削除問題、ある下線部と別の下線部、これを見比べて、こういう関係性のもの、もしくはある下線部と下線部以外を見比べて、イコールとは言えない、つまり言い換え不可なものが正解になるはずですよね。ですからここを意識しながら今から解く問題、頑張っていただけるとよろしいかと思います。サビさん、こちら設問の指示を一読していただけるとよろしいかと思います。サビさん、1台目でございます。皆さん一読してですね、正解を一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。サビさん、下線部イからいきますね。まず皆さん、下線部イの大前提として、ちょっと左側ですね、生徒の方は授業にあまり積極的に参加しないんですね。ですから下線部イにあるように先生だけが喋ってるんですね。で、皆さん、下線部イの次の文章もこちらですね、生徒さんは質問しないと。ですから先生だけが喋って、生徒さんは何も質問しませんよ、つまり喋らないんですね。ですからどうやら下線部イは言い換え可能になりそうですね。ですから下線部ロ、質問しようものなら皆さんこれですよね、授業の後まで待ってしまうんですね。ですから実質この without asking questions、 このあたりと言ってることが同じですよね。つまり言い換え可能と考えていただけるとよろしいかと思います。ですから話の流れ的に下線部イもローも違和感なく読めそうですね。そして皆さん、今度はアメリカの話になっておりますので、ちょっと色分けさせていただきますね。で、皆さん、アメリカはこのあたりでわかるかと思いますが、積極的に議論に参加している様子がうかがえますね。ですから下線部ハの次の文章中にもこうやって書いております。すぐに質問をするんですね。ですから積極的に議論に参加している様子と言い換え可能と考えることができるかと思います。となってくると下線部2が怪しいですね。もう皆さん気づいてると思いますが、ここですよね、午前中に授業があるからという話はどことも言い換えが成立しないですね。ですから正解は2ということでよろしいかと思います。ちなみに文章の最後の方はこういう感じになっております。さあ、ラストの問題でございます。皆さんも答えを出していただけるとよろしいですよ。皆さん、まず読み始めると鍵の話をしてますよね。で、皆さん、下線部イを読むとですね、他に発明したものがいくつか列挙されるのかなとちょっと思うかもしれませんが、皆さん、下線部ローもハもですね、鍵の話をしてるだけなんですね。で、皆さん、下線部ハの次の文章もやっぱり鍵の話をしております。統一されてますね。で、皆さん、このあたりも金属という点で言い換えられておりますね。で、皆さん、下線部2にもメタルの話がちゃんと言い換えられております。ですから皆さん、最後の文章にもやっぱり鍵の話がされておりますので、もう皆さん分かりましたね。他に発明品が書いてあると思ったら書いておりませんでした。つまり下線部イのこのピンクのところですね。そこと言い換え可能な表現がないので、正解はイということでよろしいかと思います。皆さん、お疲れ様でございました。今日は皆さん、不要文削除問題扱いましたが、これが試験中、今まで見たことのない形式、つまり傾向が変わったという時でも、結局はこの2つ、言い換え可能なものを探すか、もしくは言い換え不可なものを探すか、結局このどっちかをやってるだけなんですね。ですから基本的に傾向は少し変わると思っていた方が安心でございます。ただそんな時でも焦らず、言い換え可能か言い換え不可か、これを落ち着いて考えていただけると成果に達するかと思います。ですからこれを意識することで合格に近づきますので、頑張ってくださいね。